乾杯。乾杯。けどやっぱりおめでとうっていうのもなんか変だよね。別に変じゃないじゃん。これも一つのスタートなの。そんな風に言ってくれてありがとう。どういたしまして。ほら、こんな素敵な夫婦なのにさ。夫婦ってのはね、いろいろあるんだよ。だけどこんないきなり、別れ話なんか聞かしちゃってごめんな。でもね、私たちはリュウ君にだけはどうしてもちゃんと知っててほしくて。分かってる分かってるし、それすごく嬉しかったし、本当に俺のことを息子みたいに思ってくれてるんだなって。もちろん離婚なんかじゃない方が良かったけど、生きてると色々あるってことは俺だって結構分かってるつもりだし、だから悲しんだりしません。社長と夏子さんは俺にとって二人は最高の二人ってことに変わりはないから。ありがとう、リュウ君。ありがとう。今日社長、前にも言いましたけど、俺何があっても絶対的に夏子さんの味方ですからね。いやだから分かってるって。だいたい息子っつうのはな、母親につくもんなんだよね。え、やっぱりおめでとうか、夏子さんの新しい始まりに。乾杯。乾杯。